ホンダの商用系ミニバンは、長らくアクティ1999年デビューが販売されていたが、それに変わるモデルとして登場したのが N バンダ。積載性を重視したキャビン荷室レイアウトを、採用していることは変わらないが、N ボックス2代目譲りのプラットフォームやパワートレーンを、 採用したことで走行性能や乗り心地が大きく向上。従来の法人向けのフリート需要のみならず、一般ユーザーの獲得も、視野に入れたキャラクターが与えられたことも特徴になる。パワートレーンは NA53PS 6.5kgM と、ターボ 64PS 10.6kgM を設定。 共に新開発の高効率エンジンがベースで、ストップゴーが多い商用ユースを意識して、低中速域のトルク特性を強める制御が加えられている。またトランスミッションは CVT に加えて6速 MT が選べることも特徴だ。グレード構成は商用ユースをメインとした標準仕様 GL のほか利便装備を N、 ボックス相当まで引き上げたスタイルファンと専用エクステリアパーツでドレスアップ的な装いも加えたスタイルクールを設定4ナンバーの商用モデルながら一般ユーザーにとっても魅力あるシリーズも用意している全長、全幅、全高は 3395,475,945mm 全長と全幅は N ボックスと同じだが、全高は、1 5 5ミリメートルほど N 版の方が高いハイルーフ仕様となる。商用車ゆえに後席シートは簡易的な作り、座り心地も含めて我慢を強いられる場面も多いだろう。助手席側ドアはピラーレス仕様となり、ドア開放時はクラストップ級の開口部を確保。 ホンダ独自のセンタータンクレイアウトがもたらす低床構造もあって、荷物の積載性は極めて優秀だ。市場インプレ、硬さは感じるものの、商用車離れした走りは魅力大。現行 N、ボックスと同世代のプラットフォームメカニズムを採用したこともあって、走りの総合力が大幅に向上。 安全運転支援機能のホンダセンシングの充実もあって、商用モデルとは思えぬほどの実力を体感させてくれる。購入時に比較されることが多い N ボックスと比べると、大きな違いを感じるのは乗り心地と高速走行時の余力感。重い荷物を搭載することを前提に煮詰められたサスチューンもあって、N 版はやや固めに感じてしまう。一昔前の商用モデルでありがちな路面からの、突き上げ感は上手に抑制されているが、軽自動車トップクラスの足回りを持つ N ボックスと比べると、洗練さに欠ける印象だ。パワートレーンも NA 車もターボ車も荷物を積載した場合の、重量増を意識しているため、 CVT の制御はローギア仕様。発進時の出足は良好だが、高速走行時はどうしても、高回転域を多用する傾向が強まる。アクセル操作の反応や余力感も穏やかなもので、高速走行の適性は N、ボックスの方が上に感じる。アクティと比べると走りの質感は大きく向上。 足の硬さを感じるシーンもあるが、幅広い状況で安定した走りを披露してくれる。高速走行が多いユーザーならば、パワースペックにゆとりがあるターボ車を選びたい。標準使用者のベーシックグレードになる G-CVT にも、ホンダセンシングが標準装着されるなど、 トップレベルの安全運転支援機能を備えているのは大きな魅力だが、ホンダが展開する N シリーズは走り自慢のモデルが揃っている。走りの期待値が高い他の N シリーズと比べてしまうと、どうしても走りは平凡に感じてしまうのは N 版ならではの悩みだろう。なお、N 一番最大の武器になるキャビン過失の積載性や収納力は N ボックスに比べるとリア開口部が広く取られる上にシート格納のアレンジ性にも優れる積みたい荷物に応じてフラット床面をアレンジできることは N ボックスにない強みだ趣味の道具や荷物を積んでレジャーで遊びたいというユーザーにとっては この価格帯で狙えるモデルの中では、飛び抜けた魅力を持つモデルといえよう、鉱石格納時は広大な荷室スペースを活用できる。助手席も完全にフラットに格納することができるため、自転車やバイクなどの長尺物も積載することができる。